李縁は、唐の初代皇帝。随末の混乱の中で、大元で挙兵し、長安を落として根拠地とした。そこで、隋の皇帝有を区別として建て、禅城により、唐を建国した。李縁は、在位9年の間王政獣などの軍有勢力と戦い、また律令を整備した。626年に、大宗に上位し、 大層が残存の軍友勢力を一掃して、党の天下統一を果たした。李燕の一族の出自は、司書では、五個十六国の勢量の竹屋王の末裔で、老、西郡刺激権を本願とする、老生利子の漢民族とされる。李燕の一族は、大野氏という個性を持つが、ある学説では、実際は、先費系の出自で、本来の姓も、大野氏であり、 中原の支配権を正当化するために自身が、漢民族の末裔であることを主張した、あるいは、ムカワチン出身で、戦費国水主義復興の風潮が強かったから、元は、漢人だったのが、戦費化したといった説が主流である。李縁は、北州の東国公、安州総監を務めた人志公、李の子として生まれた。その出自である、政李氏は、北の国の家系で、 かつて、北儀においては皇后を出す資格のある家柄の、一つとしておもんじられた北朝の名門だった。李燕が隋の文帝の信任を得るきっかけとなったのは、その独孤皇后が李燕のおばにあたることによる。李燕はまず隋の先牛友ともみとなり、老に終止し、帰収しし、慶陽老藩二軍大衆、殿の内将官、栄意将教などを歴任した。文帝の後に、 陽代が立って、高ク遠征を開始すると、李縁は、懐遠鎮で兵団を監督した。やがて、陽玄関の乱が起こると、高カルスとなり、赤ミニの諸軍を統率して、陽玄関の進軍を防いだ。615年に、三成家等伊部大使に任じられると、龍門の母丹治の乱を総当、また、甲州の柴安政を討伐した。 特決が隋の偏境を犯すと、馬雄大衆のワニアス氏と共に、特決軍を撃退した。617年には、大元留スに任じられた。自死の李政民や信用霊の劉文政らの思想により、隋に対する反乱を決意。6月に諸軍に撃を飛ばして帰兵し、一気に軍を難化させ、11月には、長安を落とし入れた。長安の留スをしていた、大王。 領有を擁立して、隋の協定とした。618年5月、陽代が殺されたことを知ると、協定から禅城を受けて自ら皇帝となった。この頃洛陽でも隋の武将だった王世獣が即位して、帝を建国。河北では、軍党の統建徳が一大勢力を築き、長江以南では、南朝の領の末裔である、小塾が領朝最高 軍有拡挙の様相を呈していた。その後李生民らの活躍もあり、626年の大位までに領主と以外の軍有を平らげるまでになった。その後、統一戦に著しい先行を挙げた、新王李世民に次の皇帝を期待する、新王配家の者たちが皇太子の座を狙って作動するようになった。これに対して、皇太子利権政と、 西欧李元基はこれを止めるために、高祖李縁に清民の防止である、防元令と途術後森を引き離すよう進言した。しかし李清民は、李建成と李元基が画策した、先制攻撃の情報を入手すると、626人の原部門の辺で、李建成と李元基を殺害した。高祖李縁はこれを受けて、直ちに李清民に上位することに同意して、 大上皇となり、引退を迫られた。その後は、政治とは、離れた環境で静かに暮らし635年、71歳で、崩御した。ースは、当朝の創業当初、仏教に対しては、その存在を容認する立場を取り、また法営も行っている。また、当の正当性を擁護するような絵かにと、栄本との予言詞を随からの樹前に利用したことも、 大東創業期居中の中に見える。武徳三連には、1月5月9月の三、超歳月に軽死を執行せず、また摂政の禁断を命ずるほど、仏教の不摂正会の周知に努めていた。しかし翌武徳四年になると随来に混流された、諸寺院を廃止し、落葉城内には名徳ある総三十名、二三十名のみをとどめ、その他は減続させている。さらに、 武徳九年には、大司令、風雨駅の十一箇条の上層文の内容に基づいて、皇祖は仏教と道教を共に、廃校はする御事のりを発した。それは四十四年前に、北州の武帝が、栄元笠の上標文をもとに、仏道に教を廃したのを彷彿とさせる措置だった。その御事のりによれば、特効ある僧尼や、同志女官は、大事や大官に重世しめて、 その他の者のは減俗させ、長安には寺三箇所、道館二箇所を残し、天下の諸州にも各一箇所を残して、その他はことごとく廃壊させることを求めた。しかし、同年六月四日の元部門の変によって皇祖は退位したため、御事のりの内容が実施に移されることはなかった。崩御後に大竹皇帝と送られたが、後に構想により神行皇帝に改められ、 続いて、幻想により神業体制皇帝。さらに同じく幻想により神業体制大、高校皇帝と解消された。東稿ソリエンフトジは、没後の追試、風像、追蔵。大死理検生から、母東稿合心王里聖民母東稿合里、元母東稿合成王里元吉母投稿号。 総うおりしくもから、母満気比けおりもと母爆品官んかんおおまごひん、おおりげんこうははん元方ひ、しゅうおりもとかたかわばりじょうおおりげく、かおおりげんかははうぶんやきらぎ、ほ王お元もっとのり、は、はおさいじんけおおかばりたからはやし、かくおおりもか、ああ、ばりびちん、おおりおとりははよう 大利元行母流頭王里元有母祭品上王利元名から、母、商用品の王礼母うぶんあっきらぎこ元母用品密、大利元行母露祭人頭王里元栄母、柳宝葉や市長佐近主、表彰紙に高下常用公主と単に高下併用、公主母投稿号、芝章に高下高密公主から始める親公主、後、高密公主に、改め風、 はじめ町村高政に降下、後男林に最下町高校種からはじめ慶用講師。後町高校種に、改め風。はじめ長寿経営、長次慶に降下、死別後、陽指導に最下傍漁講師からはじめ栄華講師。後傍漁講師に、改め風。はじめ東方節に降下、後柄総賀に最下上落講師。町に降下休個講師。収出地からに効果漁両講師、教師持ちに降下。 南昇公主、卒業に効果、アピラ公主、要思う高市に効果、外南公主、風道ことに、効果神定公主、最安指令に効果、公用公主、足なしゃ何時に効果、太陽公主、雪満通ルに、効果臨海公主、ハイリッシに効果、関東公主、最先喜びに効果、千金公主からはじめ、千金公主、土地安定公主に、改め風、はじめ音調に効果、死別後、 データ化資源リサイいか調査講師からはじめまンハル講師、補地、調査講師に、改めふう、まめろ以上に効果。ありがとうございます。